皆さんこんにちは。今回なんですけども、まず謝罪をさせてください。この度は履いている3枚のパンツを脱ぐことができず、誠に申し訳ありませんでした。皆様の前でパンツを脱ぐことができず、とても悔しい思いをしております。この動画を世に出すべきか迷いましたが、ありのままを見ていただきたい、そんな思いで動画を載せることに踏み切りました。これからもパンツを脱ぐために一層の努力をしてまいりますので、よろしくお願いします。ということで、タイトル詐欺がすごいんですけども、今日もよろしくお願いします。それではどうぞ。お前がご手だ。よろしくお願いします。初段の方ですね。対局開始。はい、よろしくお願いします。さあ、このパターンはですね、もう中飛車にするって決めてます。はい、これ相振り飛車になりそうな雰囲気があります。ちょっと様子を見ましょう。どちらに振りますかね。ちょっとわからないですね。相手の戦法がわからないです。あ、振ってきましたね。それだったら左側のパンツを脱ぎましょう。久しぶりですね、左側のパンツを脱ぐの。中飛車左穴熊。おお。居飛車穴熊。2分30秒。なかなか個性的なエフェクトが出ましたね。ん、これはもしや回線してるからエフェクトが出ない説ありますか。しかもこれ取られますね、符を。これは出ないかもしれないですね。出なかったですね。ちょっと間違えましたか。2分。いやー、いい感じに進んでたと思ったんですけどね。はい、左側のパンツが脱げませんでした。あ、しかもちょっとこれまずいですね。これはまずいかもしれない。ちょっと厳しい展開ですね。ちょっと厳しい展開が続いてますが、これはただなのでまだちょっと勝機があるのかもしれない。ないのかもしれない。ちょっと厳しいか、さすがに。厳しいかな。飛車を合わせましょう。これはちょっと頑張って粘りましょう。時間切れにも気をつけつつやっていきましょう。さあ、これはに金を打つ感じですかね。に金打ってきたら取るしかないですね。しかしこれは何かうまい手がありそうな雰囲気がしますけど、なさそうですか。ちょっと玉頭から味をつけときましょう。おっと、ならずですか。これならずものって言います。皆さん覚えておいてください。でも多分おそらくクリックミスですね。
今の角成りで勝ってましたね。ちょっと間違えましたね。ああやってしまいました。そういうポカが多いんですよ僕。ちょっと気をつけないといけないですね。はい、もうこの手もいい手ですね。これ取るしかないですね。さあどう攻めてきますかね。合駒をしてちょっとしのぎましょう。おっと縛る手はきついですね。なかなか、いやーちょっと厳しいです。30秒。逃げましょう。ちょっと実況ができないぐらい危機迫った感じですけど、お、切ってきましたか。詰みですか。これ詰みですね。はい、ありがとうございました。ルーズ。ちょっと不甲斐なかったですね今の。はい、ありがとうございました。お前が後手だ。はい、初段の方ですね。よろしくお願いします。さあ、お、これはまた左側のパンツを脱いでいきましょう。振り飛車相手に右側のパンツを脱ぐとおそらくパンツを脱げないことが多いので、なので振り飛車の時は左側のパンツを脱ぐっていうのを皆さん覚えておってください。おお、相手が何かしてきましたね。居飛車穴熊。2分30秒。どうして玉を囲って攻めてくれないんでしょうね。非常に困りますね毎回ながら。でも一旦パンツ脱がしてくれますかねこれ。あ、脱げないですね。いや、まずですね、今回2連続パンツが脱げてないのでこれはまずい展開ですね。しかも不慣れな左側のパンツ。さあやっていきましょう。これは一回取りましょうか。一回取ってちょっと紛らわします。2分。取っちゃいますか。取って攻めてみましょう。玉逃げる一金を取って歩を成りましょうか。ちょっと怖いですけどね。ただ飛車の打ち込みには割と強いんではないかなと思います。桂馬を成ってくれば同角と取りましょう。で同角ですかね。同銀と取る。で一旦逃げますか。
一旦角を打つべきでしたね。今の1分30秒、ミスが多いんですね。ちょっと角の道を塞ぎましょう。さあこの手は、馬をなってどうでしょうか。何か手がありますかね。次王手飛車が取ってくるんですね。一回金を打ってから飛車を取りましょうか。金で受けるしかないですけど。1分。さあ何かいい手がないか。単純にどうしてますか。あ、飛車で取るんですね。一回金を打ってみましょう。これは飛車で受けるとどうでしょうか。ちょっとまずかったか。30秒。ちょっとまずかったか。これは避ける手で勝ってますね。20秒。どう。ちょっと馬を引き寄せておきましょう。あまり危ないので、これで詰みがちょっとさすがに詰ましましょうか。あ、詰みですね。あ、よかった。何か勝てました。ビクトリー。いやパンツが脱げないのが、辛いところであります。どうにかパンツが脱ぎたい。ありがとうございました。お前が先手だ。はい、3戦目初段の方ですね。対局開始。相振り飛車が得意みたいです。さあやっていきましょう。相振り飛車が得意となると、困りますね。おっと、振らないのか。三間飛車。うわ、キモキモ金ですね。うわ、キモキモ金じゃないのか。あ、振ってくるのか。2分30秒。玉を囲っていただけないでしょうか。振り飛車穴熊。玉を囲っていただけないでしょうか。お願いします。あ、これパンツ脱げないやつ。パンツ脱げないやつだ。やっぱりもう、はい、今日脱げませんでした。パンツが1枚も。もう非常に申し訳ない。非常に申し訳ないですね。パンツが脱げないとなると、何なんだこの企画はという感じですよね。さあ、ただまあ勝ちを目指してやっていきましょう。パンツは脱げなかったですけどね。叩きの歩。2分。ふんどしの計。
さあ、だいぶ玉頭が大変なことになっておりますので、ちょっと厳しい展開が続きそうですね。歩が欲しいですね。ちょっと歩が欲しいです。だいぶ歩がないとやっぱり始まらないので、同歩と取ってほしいですね。76の歩、74か、74の歩、これは避けましょう。あ、そっちになるんですか。それはあんまり厳しくはないかなと思います。ただこちらの攻めがほぼないのではないと。1分30秒。ほぼないのではないでしょうか。ちょっと間違わないですかね、この手相手。なんかの含みにしたいんですけど、あ、現実ですね。飛車を受けましょう。あ、なんてことだなんてことだ。いやー、今日の3局非常にダメですね非常にダメですよ今日の3局何もいいところがない。1分何もいいとこ、パンツも脱げれない、勝負にも勝てない。何なんでしょうか。でもどうにか勝っていきましょう。ここから勝てますかね。紛らわします。時間切れもあるんで、どうにかなりませんかね。例によって歩がなくなりました。歩がないのはきついですね。受けましょう。飛車が逃げるようであれば金を取ります。こちら金銀が5枚あるんで、プラス手、持ち駒にも金があるので6枚ありますね。あ、これ銀タダですね。取ると頭に金を打って終わりです。なんで避ける手ですけど、さあ、どうにかなってませんか、ね、30秒。なってないですか。あー、決まっていないですね。20秒。いやー、困ったな。しかも時間がない。時間がない。どう、馬と取ってくれ。取れない。ちょっとまずいぞ。できた。どうするどうする。10秒。時間がないぞ。なんだその手は。これはクイックミスです。なんとかならないか。時間で。負ける。時間切れ。ああ、負けてしまいました。もう何もできない今回は。はい、ありがとうございました。
はい。今日はちょっと不甲斐なかったですね。パンツも脱げなかったですし、対局もいいところを見せれなかったので、ちょっと頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。